この病院を初期研修で選んで良かったことはこれです、ハイパーにもハイポにもなる、うちの病院はそんなめちゃくちゃこう大変な病院ではなくて、まあ、ベースが、まあ、いわゆるハイポ病院にはなるんですけど、もうやる気を出せば上の先生からもうたくさんの患者さんを当ててもらうことができるし、手技もどんどんもう自分でやりたいやりたいといえばやらせてもらうことができて、まあ、ハイパーにこう働きたいという人はハイパーに働けるし、ちょっとこうゆったり働きたいという人にはハイポにもなるし、まあ、どっちの働き方もできるからこの病院は良かったかなと思います。田川市立病院を選んで良かったなと思うところは、オンとオフがしっかり作れるところです。もちろん仕事しているときは学ぶことも多いですし、手技もいろいろやらせてもらえて、とても研修しやすい環境にあって、でも休みのときはしっかり休みがあって、ちゃんとオンとオフが自分の中ではっきり作れるのはいい職場だなと思いました。田川市立病院に選んで良かったところは、いろんな面で自由にさせていただけていることです。カリクラムについては、1年目に大雑把に決めてはいたんですけども、で僕1年目で来年のカリクラムちょっといろいろその科の方と相談して、今もともと選んでなかった、集中治療室のローテーションを、ちょっと新たに入れてもらえないか相談しているところです。それでもちゃんと優しく対応していただけているので大変感謝しております。あと救急外来の所要なんかも、基本的にファーストタッチは研修医で、診察してから検査を入れるところまでは基本的に自由にさせていただいてます。また、治療を何か処置入る前も先生と相談していれば大体やらせてもらえるので大変身になっております。